第3章気候法の分類気候の種類はそれこそ星の数ほどありますが大きく分類すると右の図のようになります気候法はまず型式気候と全気候に分けられます型式気候は外敵から身を守るために発達した武術系の気候法です少林寺憲法などの中国憲法や日本の空手なども この流れを組んでいます熟達すれば素手で鉄を曲げたり石を砕いたり何枚も重ねた瓦を手刀で割る等の超人的な境地に達する人もいます全機構は健康増進や病気治療を目的とした機構法で外交と内交に分けられます外交は自分の体内で訓練し強化した木の力を外に放射して 他人の病気を治したりする気候で、多くは気候師という専門家によって行われています内耕は自分の体内にある気を鍛錬して自分自身の健康を増進したり病気を治したりする気候を言います中国で盛んな太極拳は片式気候と全気候の両方の要素を持っています病気治療に役立つのは主に全気候です 大気候を職業とする気候師の中には超人的な病気治癒力を持つ人もありますが、そんな人が近くにいることは一般にはほとんどなくまして、癌などの難病が簡単に治るなどと宣伝するような気候。治療者は大抵インチキです。菌だけ取られて、病気は治らないことがほとんどです。内子はある姿勢で動かず気を、清める成功と動きながら清める道交。 撫でたりこすったりするアンコウの3種に分類されます。静項にも動項にも、全ページの図のように、多くの種類があります。アンコウとは、俗に言うアンマやマッサージで、これも、多くの方法があります。内項は自力構成の治療法であり、誰にでも実行できる方法です。熱心に行えば、各輪女んじのように、 癌などの難病でも克服することも可能ですこのためには良い指導者と指導マニュアルも必要ですが何より自分自身で病気を治すのだという硬い決心と毎日怠らず行う根気が重要です気候で十分な効果を出すためには専門家について行うのが近道です本やビデオだけでは我流に陥り 十分なな効果が得られない場合もあります。近所で気候や太極拳の教室があればそちらで学ばれることをお勧めします気候の種類と方法はそれこそ星の数ほどありそれだけで数百冊の解説書が存在します一人が全ての気候をマスターするのは不可能ですし多くの種類の気候を学んでもそれほど意味があるとも思えません 一つの気候法に熟達することに意味があります。対極拳では、一つの型決められた一連の動作を延々と繰り返します。同じ気候法でも、指導者により細かい動作に違いがありますが、この点にもあまりこだわる必要はありません。ここでは、基本的な心構えと病人向けで、簡単で効果の高い気候法を解説します。